東高野街道とは、かつて京都から高野山への山景道として用いられた街道。数ある高野街道のうち、一番東側に位置する道筋。八万で軽街道と分かれ、河地国の東部を通り、長野で西高野街道と合流し、以南は高野街道として、君峠、橋本、高野山へ至る。いつ頃に形成されたかは定かでない。既存の集落を経ず、 できるだけ直線になるように通されており、自然発生的に形成された道ではなく、計画に基づいて建設された古代道路であると言われている。淀川水系の河川や、かつて存在した巨大な河内湖周辺の湿地帯を避けて、生駒山地のふもとを通り、河内国府付近で大和川を越えると、石川の砂岩に沿って通った。平安時代には、駅が設置され、 ゲート河内国府を結ぶ感動としても重要であったとされる。その後は感動としての重要性は薄れたものの仏教信仰の一般化に伴い、高野三枚寺が盛んになると参拝堂として賑わうようになった。現在では、不動町日八和田線、平方バイパス、不動平方方の根屋川線、不動平方富田林泉佐野線と、 国道170号角道の大半に相当、または平行する。東高野街道の市跡東高野街道に四季を降り、はじめ里塚の石踏みみのの辻、羽びきの市内、竹内街道との交点。左右方向が東高野街道。ありがとうございます。